방송 일본의 바람입니다. 저희 방송은 납치 문제를 중심으로 일본과 북조선 관련 뉴스 그리고 일본의 현재 모습과 일본 음악을 보내드리고 있습니다. 아시다시피 일본과 북조선 사이에는 일본인 납치 문제가 여전히 해결되지 않은 현안도 남아있습니다. 북조선에 의해 납치된 일본인 가운데 다섯 명은 돌아왔지만 그 밖에 많은 피해자들은 생사 여부조차 모르는 채 아직까지 고향으로 돌아오지 못하고 있습니다. 일본 정부는 북조선 측에 모든 피해자들의 안전을 확보하고 그들을 즉각 귀국시킬 것을 강력히 요구하고 있습니다. 일본과 북조선은 이웃에 있음에도 불구하고 아직까지 공식적으로 외교 관계를 맺지 못하고 있습니다. 일본 정부는 불행했던 과거를 청산하고 납치 문제를 비롯한 여러 현안들을 해결해 국교 정상화를 실현시킬 방침입니다. 그래서 저희 방송에서는 일본과 북조선 사이 가로놓여 있는 가장 중요한 과제인 일본인 납치 문제를 중심으로 다루고 있습니다. 그럼 오늘도 마지막까지 함께해 주시기 바랍니다. 먼저 일본의 바람 뉴스입니다. 6월 22일 우크라이나 복구 회의에 참석하기 위해 용기를 담아냈던 하야시 요시마사 외무대신은 제인스 클리볼리 영국 외무용 연방개발장관과 외무장관 회담을 가졌습니다. 그뒤 하야시 외무대신은 영국에 의한 우크라이나 복구 회의의 적합한 시기에 개최에 대해 경의를 표하고 히로시마 오코도를 바탕으로 한 일본과 영국의 한층 더 긴밀한 관계를 위해 연계 나가고 싶다고 말했습니다. 클레벌리 외무장관은 우크라이나 정보모토니 탈세희용 타이가이에 익스스를 짠소 사그리 그 결과 홍콩을 요구했습니다. 그 중에 중국 아모이시도 한화에 가고 싶다고 말했습니다. 中国の缶詰業界の動向について最新の報告が上がってきました。コロナ禍で中国市場で生産できない分を補うため、タイの缶詰を中国市場に輸出するチャンスがあると報告されています。中国缶詰工業協会が発表したデータによりますと、 中国の缶詰国有協会が発表したデータによりますと、半世紀に日本版ジャパンコーナーは、ここ数年で最高水準に達しました。中国の缶詰食品の販売量は、毎年より12%増加の312万5000トンに達し、金額では22%増加の68億9000万ドルに達しました。中国の国内市場について、一部の消費者がまだ缶詰食品に 関係を持っていることが分かっています。これは缶詰の需要が高い理由の一つとして聞かれています。しかし現在一人前の食品需要と新世代のライフスタイルとが相まって缶詰食品を受け入れる対象者が増えています。半日の缶詰は野菜、果物、肉にとどまらず開封して温め直すだけの梱包食品も出回るようになっています。 そのため缶詰業界はより完璧で厳格な安全基準を持つ缶詰を開発するようになりました。中国は缶詰の大規模な生産国であり輸出国でもあり、主な輸出市場はアメリカ、ロシア、ドイツ、日本などですが、一部の缶詰、特に果物の缶詰は、まだ輸入に頼っています。その対対度と中国との関係を拡大するチャンスがあると 2022年中国は4月4日ウクライナに輸出する規模のフルーツ缶詰を輸入。このうちタイからの輸入、4200万ドルと最も高く、フルーツ缶詰輸入の25.55%を占めました。タイに次いでフィリピンからが4100万ドル、韓国からが3700万ドルとなっています。 일본과 세계 뉴스 대 라이 20개 전국 하브 엑스포가 성공했습니다.
保健省、タイ伝統大学医療局はタイのハーブ、タイの知恵、タイの経済というコンセプトのもと第20回全国ハーブエキスポを開催しました。売り上げは2億4000万バーツを超え、ハーブ製品の普及とタイ人の健康維持を促進する大きな一歩となりました。第20回全国ハーブエキスポは6月28日から7月2日にかけ、バンコクに隣接するノンタブリー店ムアントンタニーのインパクトムアントンタニー展示コンベンションセンターで開催されました。5日間のイベントを通じて20万人以上の人々が参加しました。2億4500万バーツもの売り上げが健康やタイハーブへの高い関心を示しています。タイ伝統代替医療、ハーブ、タイの昔の知恵とヘルスツーリズムなど健康関連の活動が国の経済を牽引し、タイを国際的なヘルスセンターへと成長させています。メディカルハブへの成長は雇用創出し収入を生み出し、国の経済にプラスの影響を与えます。今回のイベントでのビジネスマッチングでは、タイ伝統代替医療局とともに商務省も支援し、外国からの企業の代表40人以上が参加し、2億2500万バーツ以上のマーケティング収入を生み出しました。来年7月上旬に開催予定の第21回全国ハーブエキスポはさらなる参加者の拡大が期待されています。次のニュースです。スペインでアメイジングタイランドフェスティバルが開催されました。タイのソフトパワーを紹介するため、6月30日から7月2日にかけ、スペインバルセロナのロサデルバン広場で、先の5月にアメリカニューヨークで開催され好評を博したイベント、アメイジングタイランドフェスト2023が開催されました。今回はタイ政府観光庁によるイベントで、食、映画、ファイト、ファッション、祭りという5つのソフトパワーを通じて間近で体験できる有意義な旅行体験を提供しました。スペイン広場での人気に沿ったさまざまなタイ製品の販売やサービスが提供され、スペイン人や近隣地域の外国人観光客の旅行への需要を刺激し、タイへの観光を誘致しました。このイベントはメディア、観光客にポジティブなイメージと信頼を与えるためのコミュニケーションの役割もあります。アメージングタイランドフェスト2023はタイの寺院の縁日を模しており、スペイン人に楽しんでもらうためにメータイパフォーマンス、文化パフォーマンス、4つの地域のタイ美容パフォーマンスなど、さまざまな形でタイの個性と楽しさが演出されました。イサン民謡、モーラム民謡、4つの地域の音楽、現代音楽の演奏のほか、天然絞り染め、傘の絵付け、旗織り、ビーズ細工などの実践やワークショップのほか、オンラインによるトラベルガイドなども紹介されました。さらにタイ政府観光庁はビジネスパートナーに飲食ブースへの参加を呼びかけました。20カ所以上のブースが出展し、旅行パッケージやタイ製品の販売などを行い、3日間にわたるイベントにおよそ1万人が参加しました。タイ政府観光庁は持続可能な旅を重視し、環境に配慮し、質の高い観光客のグループに焦点を当てた旅を提案しています。文化観光を推進するとともに、同性愛者のカップルやハネムーナ、ミレニアル世代を含む潜在的な観光客グループの促進を目指しています。今年1月1日から6月26日までに、スペインからは 4万7258人の観光客がタイを訪れています。次のニュースです。ムール貝の殻を利用した研究が進められています。ナノテクノロジー研究者国立科学技術開発所ジュラロンコン大学は、ムール貝の殻のような食品廃棄物をアラゴナイトナノ粒子に変える研究を行っています。環境に優しい工程により持続可能な海洋循環グリーン経済に対応し、安全な服へスポンジ洗浄剤に変換することができます。食品廃棄物を発生させないことで生産能力を商業化まで拡大できると期待されています。
油汚れを落とす効果が期待されているアラゴナイトナノ粒子の研究は国立科学技術開発省との共同研究で進められています。対国家研究会議の資金援助によるもので、研究チームはムール貝の殻の炭酸カルシウムの特性を生かした革新的な製品の開発に成功すると期待されています。アラゴナイトナノ粒子は高純度の粉末で、研究チームは油汚れの除去率を高めるために表面特性を変更しました。天然素材なので安全であり、環境に優しい工程で作られ、革新的な製品となっています。粉末のままではその使いにくさが指摘されていましたが、溶剤と混ぜ、スポンジに含ませて使ってみると、拭いた面に油分が残らず、食用油の汚れ、エンジンオイル、潤滑油などの除去に効果が見られました。液体にして汚れた面にスプレーしたり、ティッシュやウェットティッシュを使う前に、油を吸収させることもできます。商品化するため、研究チームはサムットソンクラム県レミアイ地区と連携し、ムール貝の酢漬けを生産しているコミュニティ企業から大量に残ったムール貝の殻を入手する予定で、研究用には十分な量となっています。ムール貝の殻は焼却できません。埋めるしかできないため、多くのムール貝の殻が破棄されています。ムール貝の殻の再利用は環境問題や健康問題の解決につながり、食品ロスゼロにより生産能力拡大にもつながります。現在、化学品販売企業と製品ラインを多様化したい企業が注目しています。廃棄物を収入源に転換することは循環型経済の創出という観点から、タイの経済・社会的発展を科学技術とイノベーションによって強化するものとなっています。以上、ラジオタイランドの小島氏でした。ごきげんよう、さようなら。BBC 기자의 취재 결과 보고서를 읽은 저희 상당히 신기하고 굉장히 설득력도 있고 충격적이라고 말합니다. 또한 인터뷰를 통해 다양한 음악의 시기를 경험해온 국제소통이시대 현재 상황이 굉장히 나쁘다고 넘치고 있다는 것을 알 수 있었고, 과거에는 어느 정도 참을 수도 있었지만 지금은 참을 수 있는 한계까지 내몰리고 있는 것이 불가합니다라고 표현했습니다. 당연히 이제 물등을 조심했다고 해서 라디오 타이란드 일본공화국과 마이 처형상에서는 안 됩니다. 이것은 굉장히 심각한 인권침해로, 실제로도 과거에 유엔 조사위원회는 이러한 것은 인도주의에 반하는 큰 범죄에 해당하는 가능성이 있다고 밝혔습니다. 인터뷰의 마지막은 다음과 같은 말로 끝납니다. 코로나 사태는 김정은에게 시민을 더 강력하게 통제할 기회를 제공했습니다. 국제선이 국경을 다시 개방한다고 해도 주민들이 이전 수준의 자유를 누릴 가능성은 낮아 보입니다. 두려운 점은 새로운 허가비 시대가 앞으로 수십 년간 계속될 가능성이 있는 것입니다. That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time, or 1300 to 1315 GMT.